スペーシアカスタムで、ドライブ行ってきます。これ何そういうことか。ナビ入ってないんです。うん、行きます、行きます。もう撮ってるから文句も言われへんやな直接言うわ。すげえ困難を始めこれを外してナビ入れるんですよ。これも最終売るの、うん、これは結局中古車分に売られる感じですかね、うんうんうん、今はどうですか、コロナの影響はありますか。そうやな、やっぱ新車は販売は厳しいですね、やっぱりね。そうですか、まあ、なかなかやっぱり急を要してる場合じゃないと、わざわざこんな時期に買おうかなと思わへんかなとは思うんですけど、ね、うんこれ取れてるんですか。取れてる、あ、うん、勝手に消えんね、うん、でも、もう21日で解除されて、うんうんうん、え、今は通常営業じゃないってこと。今時短でやってますね、うん、一応店頭は5時までで、うん、まあ6時半ぐらいまでには閉めて帰ってる感じ。へえ。ですね。なんか影響出てますか。じゃあ出て、いやあんまり普段は変わらない、私自身は何も変わらないで、うん、仕事行って、うんうんうん、家のことしてって感じなので、うんうん、私自身は何も変わらないです。なるほど、うん、でもやっぱりめっちゃ何一日、うん、週1日だけとかになったとか、仕事はめっちゃ聞く。もう収入的な部分でやっぱしんどいでも大きい会社やからそこは給料の保証はしてくれるって、うん、あーなるほど、それがないとやっぱり。でも暇ってやっぱやることないから、僕らも正直溜まってた面倒くさい仕事とかも全部終わって、うん、割と暇してますけどやっぱそうなんよ。最初はでもちょっと浮かれたよ、何、うん、あーできるわって。もうでもさすがにしつこすぎるやんね。しつこいっす、うん、もうええわってなって、でも模様になってきてる感じあるから、うん。鈴木で今一番売れてる車は、車、まあやっぱスペーシアが一番売れてるこれ、うん、乗用系で言うたら、うん、やっぱりあの仕事用とかでエブリとかキャリーとかはよう選んでもらってますけど、まあ、普通の車で言うたらスペーシアとか売れ筋ですね。やっぱりスイフトは、スイフト、まあ、登録者は正直やっぱりぼちぼち小型やったら、そういう言い方するんや、登録者とか。ああ小型、うん、普通車、いろんな言い方しますけどね。スズキで小型の登録者やったらソリオとかとも売れますけどね。あ、室内広いのがやっぱり今は受けてる感じですかね。もう室内広くするのが今の努力みたいな感じなの。まあやっぱり車屋さんからしたら使いやすい車がやっぱ天井高くて広い方が、あ、物も詰めたり人もこう開放感あったりとかで、うん、今やっぱそういうのが主流というか、乗用で乗るってなったらどっちかですね。流行りはあの SUV って言って、うんうん、ちょっと車高高いような、うん、あれはあれハスラー、ハスラーも一応クロスオーバーっていうジャンルになるんですけど、うん、まあ、あれもそうやな、オフロードとか、まあ、ゴリゴリのオフロードは行かれへんけど、ちょっとしたこのラフな道とかも走ったりできるように車高を高くしたり。あれはジムニー、ジムニーは今ジムニーは売れてますね今。まだ納車までに
何年とか1年半とかもう忘れるわ頼んだことも忘れるわもう正直いつ来るか分かれへんよっていう感じです。そんなに、じゃあまだ待っても何台かはもう納車してたってこと？納車したのも中にはありますけどね、もう出て待ってだいぶ経つよね。もう2年、それこそ2年は経てへん、ちょうど2年ぐらい、多分。すごい。ほら、え、なんでそんな待たしてるの？注文が思っとったより多いから多いっていうのと、まあ、生産も急には増やされへんからやっぱりのんと、あと海外も行ってるみたいですね。あーすごい、もうカクカクにしたのが良かったってこと、まあ、丸じゃなく当たったみたいな感じですかね、あんまりああいうデザインの軽自動車とかもないんで。だってね、ここで働いてた子もね、ジムにハマってた、ジムニーで車にハマったって言ってた、ドロドロのスコップ刺さっとったけどそういう人はもう、ごっつごつのなんか岩とかのとこ行って転げ回って楽しんでる。どっちかですよね、もう車好きって言ったら、それスピードが速いのが正義の人と、そういうオフロード走るのが正義の人、正義の人とです。到着でございます。そう、カメラもついてないんかこれ。カメラついてるのもあるんですけど、それ持ってこれたらよかったんですけどね。カメラついてんのは、全方位モニターパッケージって言って、なんか上から見たような映像が出るやつもあるんですけど。これあれセンサーついてるの？そう、後ろにセンサーついてるんで。ピッピピッピなりました。ピッピピッピなります。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。乗り心地最高でございますまた欲しい方言ってください。お願いします。ガッツリ売りますえ、ドライブ終わりました、欲しい方言ってください、またコメントでくれたら、注文します、お金準備してきてください値引きはたっぷりします、予定です。またチャンネル登録とこれお願いします